さて、はい、お金はゲッツ。ゲッツゲッツ。俺たちが ICU を出たところで連中が現れたんだ。企業のためにカメラを回してさ。無理やりテレビ番組に連れてかれて台本を読まされた。退役兵思い合ってるってアピールするために。企業の務めという番組ですね。ああそうさ、最上級のインプラントや医療を提供された。役員会のお偉いさんまで出てきて。会社上か。どうやって上行くかな。あ、階段ある。力か。ちょっとお前コーポか。言わなきゃ撃つぞ。コーポじゃない、俺は B。 レジーナに頼まれてきた。レジーナだと？どくらへと伝えろ。どうしてそんな脅しをかけたんだ。コーポが口封じに来たのかと思ったからだ。
弾を撃ったら同じことじゃないか。自分で手を下したかったんだ。何もかも企業に操られた。今のもレジーナに伝えといてくれ。俺は彼女とは違う。来る途中であんたのインタビューを聞いた。監視映像でお前を見かけた時に流し始めたんだ。理想通りには仕上がらなかったが、それでも真実を公にできた。もう知ってるだろうが、あんたに死刑執行令が出てる。そうだな。それを知ったレジーナがあんたを助けようとしてるんだ。助ける？助けが必要なのは向こうだろ。彼女は俺が知る最高のジャーナリストだった。憧れの的さ。それが今やあのざまだ。俺は信念を曲げない。絶対にな。レジーナに憧れてたのか。俺だけじゃない。彼女はナイトシティで一番の戦場リポーターだった。でも今はフィクサーだ。ああ、魂を売っちまったのさ。昔は違った。メディアには何かを変える力があったんだ。俺たちは悪党どもの動きを細かく追ってた。なのに今じゃホルトとアラサカの関係を暴いても誰一人気にしない。どうして退役兵の取材にこだわったんだ。誰も興味を持たないのに。誰かが疑問を抱けばいいんだ。お前だって今なぜだと気になっただろう。小さな違和感がいずれ人の考えを変えるかもしれない。やってみなきゃわからないだろう。ほら行くぞ。バカな真似を続けたって何も変わらない。逃げたって変わらないだろう。お前の助けはいらない。そんな態度をしてるのはレジーナの花を明かしたいからか。お前にはわからないさ。真実を知りたいんだろう。だったら今のレジーナがどんな奴で何のために戦ってるか直接会って確かめたらどうだ。少なくとも彼女はそれを求めてる。マックス。話をしよう。だがそれだけだ。それで十分さ。わかった。いくつかダウンロードしておくものがある。お好きにどうぞ。レジーナが来るのか。運転手付きか。次は何だ。シャンパンと合成葉巻が出てくるのか。もたもたするな。行くぞ。じゃあな、マックス。うん、またな。俺のバイクはどこや。助かったわ。あの頑固者を説得できてよかった。あとは私に任せて。仕事はこれで終了よ。回収回収する。いた。バカ野郎。
た DC じゃないですか。 B、 当店探知から叫び声が聞こえるらしいの。まあそれはいつものことなんだけど、今回はバンドのリハーサルじゃないかもしれない。もっと不吉なことが起きてる可能性もある。いた。見なかったことにしよう。
チップチャットドグフーフとサンダーソイモ。どうでや。あった、これだ。やべえ、危険で極みだよ。よかった。